しまった。こんにちは。こんにちは。見えてますか？リアでーす。チャース。はい、今日は急遽なんですけど、少しだけでもいいので WeJoo の皆さんと喋りたいなと思ってインスタライブしてみました。念願の金髪どう？逆にどう？でもね、ちょっとだけ暗くなっちゃったかな。なってはないか。えい。さっきあのバブルデーでしかあの言えてなかったんですけど、一応質問とか答えれたらなと思ってバブルでは質問をね募集したんですよ。だから私のリオのバブル撮ってくれてる子しかあの質問できてないと思うんですけど、きっとなんか答えていけたらなと思ってます。はい、ありがとう。髪色似合ってるって言ってくれて。ライブまでずっとその髪色？いや、わかんないな。まだライブまで2ヶ月くらいあるっしょ。はい。なんかじゃあ、せっかくバブルで私質問募集したんで、早速ですけど、答えていきたいなって思ってます。やば。今、あのね、今日好きな人に告白されたの。わー！おめでとう！両思いって奇跡ですよね、本当に。すごい。幸せになってください。今日誕生日おめでとう。誕生日おめでとう。誕生日に見てくれてありがとう。はい、じゃあちょっと答えていきますね。あ、そうだ。まず質問答える前に結婚の質問も今ちょうどあったんで、はい、結婚のあの1日目出演させていただいたんですけど、オープニングと彩香の MC と私たちのステージと3つほど20話活躍させていただいたんですけど、もう本当に楽しかったです。はい、なんかすごいそのバブルとかでも結構そのオープニングのなんかエピソードとか教えてみたいな感じですごく来てたんですけど、エピソードというかでもすごくまずケプラーさんとステイシーさんとイエナさんと一緒に私たち踊らせてもらったんですけど、本当に皆さん優しくて可愛くて、なんか私がすごく結構なんか割とどちらかというと社交的なタイプなので、なんかすごく仲良くなれたのもすごく嬉しかったので、本番前とかなんかケプラのヒカルちゃんとかヨウンちゃんとかになんかすごい勢い余ってハグとかしちゃってでもなんかすごく向こうもなんかすごいずっと私たちのダンスとか見てなんか飲もしそうみたいな、めっちゃかっこいいみたいな感じで言ってくれたりしたんで、すごい嬉しかったです。はい、なんか初めてそういう風になんかコラボとかさせてもらったから、なんかすごく幅が広くなって、お友達のなんか幅もすごく広がってすごく嬉しかったし、なんかまた今後すごくそうやってお会いする機会がきっとあると思うので、その時はぜひあのまたお話ししてもらえたらいいなって思うし、私もお話ししたいなってすごく思いました。はい、あと彩香の MC もめっちゃ可愛かったですね。私本当に彩香可愛かった。超身長高くてびっくりしちゃった。隣並ぶの恥ずかしかったもん。私ちっこいなと思いながらはい、これいいですね。可愛かった。彩香もすごくずっと頑張って練習してたんですよ。ダンスの練習終わりとかもちょっとスタジオとか行ってたら、まこちゃんとかみーひとかがその相手の方役になってくれて、台本2人で読み合わせとかも本番直前までずっとあやかしてたし、なんかすごい韓国語のその言い方、韓国語のそのイントネーションとかそういうのとかもすごくたくさん練習してたりとか、英語の発音とかそういうのとかもリマとかニナとかに聞いてすごい頑張ってたので、その頑張ってた成果が本番出てたなって思った。はい、私たちのステージもね、韓国語のパラダイスとトロッコでやったクラップクラップとテイクアピクチャー
といろいろあったんですけど、本当に楽しかったな。なんか衣装もすごく今回可愛いの着させてもらって、なんかこれ説明、本当は衣装の説明みたいな本当はしたかったんですけど、なんかすごく私たちが披露したパラダイスにちなんで、パラダイスにいるちょっと妖精とかそういうのをちょっとイメージした衣装でした。今回は努力家だな、すごいな、うん、本当に NiziU の子たちはみんな本当にたくさん頑張ってるなって私がメンバーのみんなを見てて思います。そう、ちっこいリオも可愛いありがとう、私ちっこいよね、まあいっか。はい、そんな感じですね。リオちゃんフィナーレでじゃんけんしてくれてありがとう。あー、こちらこそ。あれだよね、でも確かにあれだったよね、他の方のその応援で来てましたよね、その時多分。でもすごいなんか私たちが、そうなんですよ、フィナーレとかですごくたくさんの他のアーティストのファンの方とかももちろんいらっしゃるじゃないですか。その時に全然NiziUじゃないペンライトとか持っててもなんか私たちのことをすごいやーってやってくれたりとか、なんかじゃんけんしようとかさっきみたいに言ったり、なんかいろいろやってくれてすごく嬉しかったですね。なんかめっちゃなんかあーすごく世界って広いなってすごく思いました。なんかね、うん、たくさんいろんなアーティストの方からも刺激を受け、たくさんいろんな方のファンの方にも会えてすごい嬉しかったです。だからじゃんけんしてくれてありがとう楽しかった。はい、じゃあちょっとコメントというか質問を軽くなんか答えていきますね。一生していいですか？もちろんもちろん嬉しいです、そうやって言ってくれて。じゃあちょっとバブルであれしたやつ答えていくね何、なんかでも何答えていいのかあんまりわかんないんだよね。お気に入りの髪色は、お気に入りの髪色かなぁ、でも最近やっぱちょっと茶色結構好きだったなぁって思います。結構茶色好きだった、うんだな仕事で見れないって方も多いよね、ごめんね、今日は6時からなんだな。名字が花橋じゃなかったら何が良かった、何が良かった、何が良かったとかはあんまないかな。でも花橋っていう名字はすごくなんか珍しいみたいなので、結構あんまりお会いしたことなくて、だからすごい花橋って名字で良かったなって思いますよ。リオちゃんが最近よく着てる色の服は、最近は何色かな、最近は今も着てるけど茶色とかブルーとかグレーとかその辺の色あたりを最近は着てますね。はい、そうですね。最近ラーメン何味好き、ラーメン何味好きかな、何が好きかな、辛いラーメンが好きです。私は辛いラーメンが結構好きで、だから結構韓国のラーメンとかすごい好きで、なんか食べたいなってよくなりますね。はい、あ、そうですね、ココナッツのジャケシャも出ましたよね。私髪の毛その時ちょっと青っぽかったじゃないですか、元の髪色はあれなんですそっからちょっと金髪になりなくて、金髪に私がなりたくて、あの頑張って色落としさせた金髪になりたかった、なりたかったし、なんかNiziUのみんなもなんかリオの金髪いつみたいな結構言ってくれてたから、あーまあじゃあ一回のステージだったらまあ金髪になってもいいかなと思って色落ちさせた、ありがとうはい、そうですね、何答えていいのか分かんないな。髪の毛を切る予定はないと思いますよ。多分髪の毛が長いからやっぱ長い方が似合うから多分一生長いんだと思う、うん、
全部似合ってる。ありがとう。金髪めっちゃ似合ってます。ありがとう。新鮮だよね。めっちゃ一生冬か一生夏か。一生冬。夏は暑い。夏は暑いです。汗かきたくないし、冬は着込めば着込むほど暖かいし、あの布団に入ってる瞬間の幸せが私は好きなので。わかる、あの超寒い中布団とかにくるまって、毛布とかにくるまってる瞬間って何とも言えない幸せ感じません？だからその幸せが味わいたくて、私は冬にが好きです。はい、かな。何にでも生まれ変わるとしたら何になりたい？何にでも生まれ変われるんだったら、私の自分の愛犬になりたい。自分が飼ってる実家にいるワンちゃんの中のどの子かになりたい。幸せそうだもん、こんなに愛されて私たちから。幸せだと思う、すごい。だからリオちゃん記憶力はいい方？あんまり良くない方？どうだろうな。勉強とかに関してはあんまり記憶できないんだけど、なんか割と記憶力はいい方かもしれない。いやでもいいって言いすぎるとなんかちょっと良くない気がするから、普通。一生チョコレート食べれないは一生ポテチ食べれない。え、一生ポテチ食べれない方が無理です。私一生ポテチでもポテチもあんま食べないけど、なんかチョコレートよりかはポテチの方が食べたいなってなることが多いからかな。結婚楽しかったです本当に。テスト頑張って応援してます。はい、今日のお昼はその食堂で食べましたね。なんかチキンとかいろいろ、なんか今日めっちゃメニュー豊富で。母の日のプレゼント喜んでくれた？多分喜んでくれたと思う。実際に直接お渡しできてない、お渡しとか言って実際直接渡せてないから、あのどんなもらった時の反応は見れてないけど、でもいいのこんなのもらっちゃってみたいな感じのことは言ってた、ママが。日本にいた時何食べた？ドーナツ食べた。ドーナツ食べた、頼んでドーナツ食べました。はい、なんか何のコメント読んでいいか分かんない。なんかコメントっていうか質問。でも結婚の感想が結構多いな。ママかわいいね。ママかわいいよね。うちのママかわいいなって昔から思う。そう、ママかわいいねってなんか言いたくなる。ココナッツ楽しみにしててめっちゃティーザーとかも夏っぽいよね。そう、もし子供ができたらつけたい名前とかある？これ私小学校の頃かな、よく考えてたな。もし私が子供産んだらみたいな、名前こうつけたいってあったけど、なんか思い出せないな。でも想像ができないので、またいつか言いますね。カラコン今日はしてないですね。すごい、リオちゃん大好き、リオちゃん大好き、ありがとう。私も大好き。リオちゃんが思う20の好きなところは？これはな、
この前のミーグリ、稽古の時のミーグリでも一人一人答えてたけど、メンバー同士がちょっと自分たちのことを好きすぎるところが好きだしね。本当にメンバー自分たちのこと大好きなんで、うん、リオちゃんのスキンケア教えて。スキンケア、私はパックがめっちゃ好きだから、本当にいろんなパックを割と試すタイプなんですね。まあだから毎日パックはする、毎日いいパックはしないけど、朝起きて洗顔したらまずはパックする。ビタミンのパックします。ビタミンのパックしていつも通りのスキンケアする。で夜もパックする、絶対パックする。なんかメイク落とす時もスチーマーとか使ってます、なるべく。なんかいいって言うから、あのスチーマーしてメイク落としてスキンケアっていうか化粧水だけ塗って一旦軽めのパックして普通のスキンケアしてもう一回夜に洗顔してちゃんとしたパックとかしたりするパックが好きなんだよね。そうそう、うん、リオちゃん、私お風呂上がりなのでこれからパックします。ぜひパックしてください。保湿大事らしいです、めっちゃ。リオちゃん、2歳の息子を一人で育ててます。息子が4歳になったら一緒にライブデビューするのを夢見てます。リオちゃんは何歳ライブデビューしましたか？4歳になった後、じゃあ2年後ってことですね。来てほしいな。何歳でライブデビューしたかな、小学生とかかな、小学生とかですね。リオちゃん、初対面の子と何について話しますか？え初対面の方と自分のその時の心情を喋るかも。なんか初対面だったら緊張しますねとか緊張しますねとか、なんか今日めっちゃ外暑くないですかとか、大丈夫ですかとか、なんかそういう話を割としちゃう。緊張しない方法はありません、私の中では。聞く相手が私じゃない緊張しない方法はちょっと他のメンバーが得意かもしれない。学校頑張れ、頑張ってふん。バイトするとしたら何がしたい？まかないあるところがいいなリアル、リアルですよね。まかないあるところがいい、絶対に。だってバイトって大変じゃないですか。これが終わったらあれが食べれるとか、これが終わったらあれが待ってるとか、そういう楽しみがあった方が頑張れるし、まかないがなくて悪いことは、あって悪いことは絶対ないから。ダイエットができないくらいじゃないまかないあったら。最近気温の変化すごくて何着たらいいか分かんない。リオちゃんもう半袖着てる？うん、私なんかもう半袖、これなんか半袖です、私も。だけど半袖だと寒かったらちょっと嫌だからジャケット着てきました。でも今日はジャケット着てきて不正解だった。暑い、めっちゃ暑い。だから、うん、だから、うん、あんまり半袖の上にちょっと薄いカーディガンとか、なんかカーディガンとかだったらさ、なんか肩にかけても可愛いしさ、半袖の上から別に腰につけててもこうやって結んでても可愛いじゃん、あのカーディガンだったら。で寒くなったら着ればいいじゃん。そういう風に、彼氏に結婚の話する勇気が出ません。勇気をください。
結婚ってなると確かに勇気いるかも。緊張するよね、いろいろとね考えちゃうと思うんですけど、最近私がなんかちょっとそういう風に勇気が出ないな、これ言いたいけどなとか、勇気出ないなとかなった時に、なった時とかなんかすごいどうしよう、これやってこうなったらどうしようとかなった時によく考えるのが、あの何も起こってないから、何も彼氏だから彼氏さんに結婚の話まだできてないのに、もし断られたらとか、もしこういう反応されたらとか、ネガティブに考えちゃうから、こう勇気が欲しいわけじゃん。まだ起きてないことを勝手に想像してネガティブになるのって良くないなって最近思うようになって、だから私もこうやって言いたいけど、あの子は多分こう言うかな、こう思うかなとか、何もその子は私に対して何も言ってないのに、そうやって自分の中ですごく考えちゃって良くないなって最近すごく自分は思ったから、多分もうネガティブなことは何も考えずに、明るく、あまり重く捉えすぎないように伝えてみたらいかがですか。多分もうだって結婚の話ってなったら結構多分お付き合いも長いと思うし、うん、ぜひ頑張ってください。応援してます。大丈夫大丈夫、彼氏さんを信じて、あた、やさ、やさ、あの明るく、明るくしゃ、あ、明るく言いましょう、明るくね、頑張って。リオちゃん、ニジプロの時エメさんの星屑ヴィーナス踊ったのはなぜですか。ねえ、なんでだろうね。これ私もすごく直感で選びました。あの時は、あ、この曲で踊りたいなって思ったし、この曲でだったら自分できる気がするって思ったから、あの曲を選んだ。すごい、めっちゃなんか頑張ってってみんな言ってて素敵だな。結婚はええでー、だよね。お父さんとかお母さん見てても思う、すごいなって。リオちゃん、ダイスー、ダイスー、なんやダイスーって。本最近ね読めてるんだけど、読めてないに近い。この前の方が読めてた。すごい、時間的にも、もうさ、まあ、飛行機とか乗るわけじゃん、その時に読めばいいんだけど、もう本当に眠くて眠くて、飛行機の中は。あと飛行機ってなるべく寝てたいので、飛行機の中は。だからフフ、気になる人に近づくためにはどうしたらいいと思う？どうしたらいいんだろう。こうやって目で見てみるかってあ、いるなって思ったら、あってやってみて、あ、この前、うーん、この前目合いましたよねって言ってみたらわかんない、気になる人とお近づきになれるように、なんか私ここにいるよっていう存在アピールしてみたらどうですか。私ここにいるよってあ、好きな人ができません。どうしたらいいですかいつかできるよリオちゃんってどこでも寝れるタイプ。私どこでも寝れないタイプ、いや寝れるタイプなんですけど、ホテルとかそういうなんか遠征とか行った時とかあるじゃないですか、そういうとこでも割と寝れるタイプだし、飛行機の中でも寝れるタイプだけど、あの即座に寝れるタイプではない、うん、すぐによし寝よう、おやすみっていうタイプではないです、はいはい、好きなポテチの味、海苔塩、
のり塩が好き。ケイコン超楽しかったです。アーティストの皆さん本当にみんな素敵でしたね。こっちのも読もうかな。のり塩美味しいよね。他のメンバーは今はおりません。5月6日に男の子が生まれてリオって名前にしたよ。それは私を真似てくれたってことなのかな。そんなんめっちゃ私も喜ぶけど、そう、私のお母さんとかお父さんも嬉しいんじゃない。そんなんありがとう。今体育祭の練習してて疲れてます。頑張れ体育祭。体育祭頑張って、楽しんできて。ポテチは九州醤油が美味しいよ。あ、美味しい美味しい。食べたことある食べたことある。めっちゃ美味しかった。ゆなちゃん、はい、ゆな先輩、ゆなさんもすごい優しかったです。なんかすごい優しかった。あの、今度また日本デビューするみたいな感じでお話ししてくださって、だからまたその時にお会いできたらいいですねっていう話をして、お互いまたじゃあその時に会いましょうってお話ししました。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛かった。みんな私ブルベ、ブルベ夏っぽい。私はあんまよくわかんなくて、なんか、うん、リオちゃんのダンスかっこよくて最高。ありがとうございます。嬉しいです、そうやっていただけて。ヒカルリオのダンスコラボ最高です。ありがとうヒカルちゃん。マジハグしちゃって、自分からハグしちゃったんだけど、びっくりした自分でも。まさか、なんかすごく頑張ろうね一緒にっていう気持ちが強すぎて、すぐにこうやって触っちゃうから。私テスト頑張ってね。ダンス院来ぜひまたさせてください。いつかまたまこちゃんとか、まことかマヤとかとも一緒にできたらいいなーって私は思ってるんですけど、ビジューも見たいっしょ。マコとマヤとリオとの3人のダンスインライ見たい。鮭と豆腐どっちが好き？焼いた鮭だったら鮭、生物の鮭は食べれん。肉か魚か卵か、卵っていうかオムライスが好きだから肉。いやーマジ結婚楽しかったな。結構余韻が抜けなくてすごい本当に楽しかった。本当に楽しかった。稽古の余韻がまだ抜けなくてすごい楽しかったです。朝はご飯パンどっちでもいいです。どっちも好き。どっちも好き。卵焼きに具は入れないかな。まあ、入ってても全然いいけど、私個人的には入れない。お腹すいたな。サインボール投げるの楽しかった。楽しかったよ、サインボール投げるのめっちゃ。すごい、もちろん私っていうかその移住の方がいたら
美人の方にもちろんこうやってあげたいし、でも他の方にももらってほしい気持ちもいっぱいあったけど、すごく私が多分投げるのが本当に下手くそだったのか、あなたんとこに行くよってしてからポンって投げてもなんか全然違うとこ行っちゃったりとかして、すごく申し訳なくて、だから投げて受け取って、受け取れなかったらこうやって、あ、ごめんってごめんごめんって謝ってたら一周終わってたマジで本当に一瞬だった。めっちゃ楽しかった。うん、さやな、メイクのこだわりはありませんね。私メイク全然しないんで、メイク本当に自分では全然なんか違うなーってなるんだよね、なんか自分でメイクすると、うーん、私下手くそだなーってめっちゃなっちゃうからアルバイト経験ありますよ、私アルバイト経験あります。2店舗くらい行ってた、お好み焼き屋さんと韓国料理屋さんの2つしてた。お好み焼き屋さんって言っても焼いてはなかった、こうやってやってはなかったけど、うん、はい、そんな感じかな。おじいちゃん子、おばあちゃん子、どっちもっ子です。私はどっちの方も仲良し。リオちゃん接客うまそう。私ね、接客うまいタイプだよ多分。まあこんな性格でなんか喋らないこともないじゃないですか。なんか上手とかじゃなくて、喋るから、いっぱい喋るから、うん、うまいとかじゃない、いっぱい喋るから会話は成り立つっていう感じ。この前お好み焼き食べたい。お好み焼き、お兄ちゃんと連絡取ってる？たまに。まあお兄ちゃんもね、働いてるからね、忙しいですよ。リマちゃんが好きすぎて困ってます。伝えとくね。じゃあバイトではまかない食べてた？食べてた。もう超モリモリにして、自分が入れたいもの全部入れて食べてたよ今何が食べたい？今何食べたいかな。カレー食べたい。カレー、リオちゃん大好きです。私もです。大好きです。ありがとう。ダンスが上手くなるコツは？ダンスが上手くなるコツは、私はそんな説明できるほどじゃないんですけど、なんかダンスも歌もだけど、私的にはやっぱり一回自分の殻を破らないと上達しないなってすごく最近思う。なんか歌もこの音程自分出せるかなとか、この音出したら音外すんじゃないかな、声割れるんじゃないかなとか、でダンスでもじゃあ踊りますってなった時に、ここの振り付けこういう風に自分踊りたいけど、こうやってやったらどう思われるんだろうとか、こうやってやったらこう思われるんじゃないかなとか、うまくできないんじゃないかなとか考えてるから、そこの音域にも自分は出そうとできないし、そこの領域に行こうとできないわけだから、いけないじゃん。だからダンスとかも自分はどれだけ下手くそでもいいし、振り間違えてもいいし、踊れなくてもいい、周りからついていけてなくてもいいから、一旦自分はできてるって思って本気でバーンってやってみるのを徐々に続けていくことって大事なのかなって、最近なんかレッスン受けてたりとか練習とか受けててすごく思いました。なんかずっとこうやって内気に考えてたら良くないかなって。だから全部すごく自信を持つっていうか、自信持てないのが当たり前です。最初は
私だって今ですらダンスに自信持てない時あるし、なんか私このジャンル苦手とかあるけど、苦手だけど下手くそに見られても、私はこうやって踊るって一回殻をバッて破ってみてから恥ずかスタートかなって思うので、まあこれが質問の答えになったかわかんないけど、なんかすごく私はそういう風にやってます。はい、まあそんな感じでインスタライブそろそろ終わります。爪大丈夫？大丈夫。もう私すごいこうやってやっちゃう、爪を触っちゃうというか、そういう癖があってよく直せって言われます。はい、そんな感じで今日のインスタライブちょっと少ししかできなかったんですけど、20の皆さんと喋れてめっちゃ良かった。20みんな元気にしてます。じゃあまたいつかメンバーと一緒にでも他のメンバーでもインスタライブで20のみんなと喋れたらいいなって思ってるんで、その時まで待っててください。この時間でも見てくれてありがとう。スクショタイムはもう好きな時にしてください。はい、体調気をつけて。ありがとう。ウィジューも多分今梅雨とか入りかけてると思うから、ちゃんと毎日傘持っていくんですよ。ちゃんと傘持って、寒そうだったらちゃんと上着持って、風邪ひかないように、気温差で体やられちゃわないように頑張ってください。頑張ってくださいじゃない、気をつけてください。はい、頑張って。テストも体育祭も彼氏さんとも頑張ってください。はい、じゃあまたね。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。